皆さんこんばんは、水野優香です。今日は毎月恒例4月のお気に入りご紹介していきたいと思います。ではどうぞ。第5位、ハーバルエッセンスのビオリニューモロッカンオイルシャンプー&コンディショナーです。これめちゃくちゃいい香りなんですよ。クリーミーなバニラにスパイスの効いたエキゾチックな香り、初めて嗅ぐんだけどすごくいい香りで、ちょっとシャンプーしてる時もすごくいい香りに包まれて幸せだし、乾かしてる時もいい香りがして、とにかくなんか髪からいい香りがするなって感覚が自分の中であるシャンプーとコンディショナーでした。このモロッカンオイル入りっていうのがすごく私の髪に合うみたいで、ツヤが出た感じがするのと、とってもまとまりが良くなったので、とっても気に入りました。しかもね、お値段も安いし、ドラッグストアで買えるので、ぜひぜひ気になった方は手に取ってみてください。では、第4位です。3CE スタジオのカラーリングブラウン、ペンシル&マスカラのピーナッツブラウンになります。これ原宿にスタイルなんだっていう韓国のねコスメが売ってるお店があるんですけど、そこで購入してきました。こういう風な太めのペンシルで描きやすくて、であと見た目も可愛いし、これしかも 2way でこっちに同じ色の眉マスカラがこうやってちっちゃくついてるんですよ。なので眉毛を描くアイブロウペンシルと眉マスカラが一体化になってて、2000円しないってなると、あ、これお得なんじゃないって思って購入してみました。でもこれ結構売り切れてることが多いらしくって、店頭で買えないことも結構あるみたいなので、 Amazon とかだとね普通に買えたりするので、ぜひチェックしてみてください。では第3位です。アンドニコのボディパックです。ちょっとねここにニコアンドのロゴと赤いステッチが入ってたりとかして、そういうとこも可愛いなって思ったんですけど、やっぱりこういうボディバッグ今トレンドじゃないですか。スポーティーすぎると洋服に合わなかったりとか結構するので、このほんとシンプルなね刺繍が入っているタイプのこういうボディバッグを探してて、形もイメージもぴったりでした。でね、中を開けるともうただただシンプルにここにねちっちゃいポケットがついたボディバッグなんですけど、こんな感じで、これをねやっぱこう前にこうつけておくのがトレンドです。ほんと子供と公園行く時も両手が空くからすごく便利だし、大きいお財布もちゃんと入るし、携帯も入るし、ちょっとしたメイク直しとかも入るからすごい便利で、カジュアルコーデの時はついつい手に取ってしまうバッグです。これね、ほんと買ってよかったなと思うぐらい軽くていいんです。で、外にもねこっちにもポケットがあるのですごく使いやすくていいです。チビリのチュパチャップス入ってたはい、では第2位です。セラーメイトの片手で使えるワンプッシュ便利ピン3本セットを2セット購入しました。で、1個ちょっとこのまま箱に入れたまま取っときました。3月ぐらいから冷蔵庫収納やってるんですけれども、ちょっとセリアさんで買ったやつがやっぱり良くなくって、調味料を入れる瓶タイプのものを探してて、結果これを購入しました。もうねやっぱ1本1000円するだけあって全然違くって、密閉率も高いし、ここなんですけど、これがですねこうやってポンってやると開くんです。こうやってで片手でこうやって閉じられるの、こうなってるんですけど、ここが取り外せるので、水筒を洗うスポンジとかのやつを入れればきちんと洗えます。それをさらに煮沸消毒でもいいですけど、赤ちゃんの哺乳瓶とかの時に洗うミルトンとかを使って私は消毒しちゃいます。みりんとか醤油とかこれに入れて綺麗に整理整頓しようと思って購入して使ってます。動画紹介したのに結局ちょっと使いづらくてこちらに変えてしまうので本当にすみません。では4月のお気に入り第1位は RMS ビューティーのルミナイザークワッドフェイスカラーです。アラフォーのツヤ肌をどうやって作るかっていう比較動画で紹介したものなんですけど、この4色のねハイライトと、一応こっちはチークとか
シェーディングとかになるっていうアイテムなんですけど、全部ツヤが出るアイテムです。今日もつけてるんですけど、わかります？このツヤすごいので、この動画を見てくれたらわかると思うんですけど、最近ちょっとまた今日違うんですけど、つけ方がこの下のシャンパンフィズっていう色があって、このシャンパンフィズがこのね、頬のところにのせるとすごく綺麗なことが分かって、今それにめちゃくちゃハマってます。ツヤツヤになるんですよ。しかも私ちょっと肌が黒いのもあるので、このシャンパン系の色がすごく肌に馴染むってことが分かって、お気に入りです。私は伊勢丹の地下にある化粧品コーナーで買ったんですけど、これコスメキッチンとかで結構置いてあるので、よかったらタッチアップしてみてください。本当におすすめです。以上、今回もベスト5でお届けしました。いかがだったでしょうか。今回結構出してないもの多めのランキングになりました。平成が終わっちゃうけれども、令和になっても水の優香チャンネルよろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。またねー。チャンネル登録とグッドボタンもお待ちしております。